楼門より見た、拝殿園寺職に近い朱色を基調とした、拝殿笠間稲荷神社は、茨城県笠間市にある神社である。旧社格は、孫社で、現在は、神社本庁の別表神社となっている。別所をくるみし稲荷、モンサブロー稲荷。五国法上、商売繁盛の神として、古くから厚く信仰され、関東はもとより、日本各地から年間300万人を超える。 参拝客が訪れる。また、正月三が日,日の初詣には80万人以上の参拝者が訪れ、初詣参拝者数で、茨城県一位を誇る。日本三大稲荷の一つとされている。笠間稲荷と、助白山として、茨城百景に選定されている。東京都中央区日本橋浜町には、当時の笠間城主牧野家の下屋敷があり、その地には、藩主が、 笠サマイ神社より分霊を受けて建てられた笠サマイ神社東京を別社がある。霊祭霊祭は4月9日に行われる霊大祭である。4月9日は創建の日とされている。笠間の菊祭り10月中旬から11月末にかけて笠サマイ神社を中心に開催されている。明治23年以来、境内で朝顔会を開催していたが、これを明治41年。 当時の宮司が発展させ、農園部を設置し、菊花の展示を開始した。元は、人々の心を和ませ、信仰を育むために始めたものという。大正2年からは、全国菊花品評会が、戦後の昭和23年からは、菊人形展がそれぞれ開催されるようになった。近年は、笠間の菊祭りとして、笠間稲荷神社初詣と並び、80万人弱の、 観光入り込み客数を記録するイベントに発展した。開催期間中には、神事やぶさめ、法能笠間次元流刃刀術、山古流法能式、武学祭等の神事が行われている。聖徳殿と小抹茶がある。笠米なり神社東京別社東京都中央区、日本橋浜町2丁目11番6号に別社、笠米なり神社がある。本殿の左側には、 ことぶきろうがみが祀られており日本橋七福神の一社でもある。安政六年、笠間藩主、牧野腰中森定寺家が浜町の藩邸内に分祀したものである。私祠らであるが、初馬の日には市民の参拝のために門戸を開放したという。明治六年十二月、現在の地に潜座。明治十一年三月六日、環境を得て庶民の参拝を許した。 明治21年、牧野家より、笠間稲荷神社に移管された。大正12年9月、関東大震災により、社殿が、消失、直ちに再建される。昭和20年3月、東京大空襲により、再び社殿が消失するが、同年12月に本殿と仮社務所が出来上がり、昭和28年9月には廃殿を再建。昭和十二年には、社務所。 昭和33年に、玉垣、昭和53年までに平殿が完成、現在に至る。創建に関する伝承は公費によるもので、文献記録はない。環状も整った稲荷神社も不詳である。笠間稲荷神社ウェブサイトの由一書では、当時、社地一帯は、クルミの密林であったという。戦前の取材による、茨城県神社写真帳には、 高枠とした荒野の片野の一本のクルミ塾であったと記されている。新編日立国史にはクルミの大木の下であったと記されている。日立国風土器の新張郡の城に郡から東五十里に笠間村があり、声が酔う山を足穂山と言い,い、そこにはかつて油桶姫命という山賊がいたという記述がある。これは笠間村ではなく足穂山の記事である。 カ間サマ村に関する記述はなく、当時の様子はつまびらかでない。神社ウェブサイトの由緒は、その頃には岡の御霊神への信仰が根付いていたのではないかとする考察を付している。こち名としてのカサマは、日立国二り軍の他に、山和国宇田軍、伊勢国伊鍋軍、加賀国石川軍、越前国境軍等にも、合名として存在する。 企画地名を主題とした、合明道将校は、笠間の名義は、不祥としつつも、大宮命に、ゆえんのある地名ではないかとする考察を付している。大宮命は、伏見稲荷大社三座の位置でもあることから、稲荷神として祀られていることが多い。ただし、笠間稲荷神社の祭神ではない。創建以後、江戸中期までの遠隔は不祥である。江戸時代になると広く知られるようになり、 歴代の笠間藩主が厚く集計した。三代藩主、松平康永や中心蔵で有名な浅野家なども、天保し、笠間を離れても、文礼を新たな領地で祀るなど、庶民のみならず、歴代藩主からも手厚い信仰を受けてきた。今日の笠間稲荷神社の流星は、井上正健の頃から始まる。天命4年12月昨日の写像文書に、次のような演起が記されている。 延長4年3月19日、井上家が違法となり、新たに、僕や貧乏守る定道が、笠間藩主となった。牧野家は、井上家の洗礼に倣って、笠間稲荷神社を祈願書と定めた。二代目藩主の僕や備中森貞町は、京都に受信し、独立に、新伊勢一稲荷大名人の死後を受けた。八代目藩主の牧野小信中家森貞寺は、 重要文化財となった社殿の造営や東京別社の創建に寄与した。その他、牧野家からは、主因地五国及び祭帰等の寄付があった。新編日立国史には、元この地に、くるみの大木ありで、その下に鎮座せし、笹さかの社なりが、近年改造を加えて、美霊の社団とはなれりと記されている。明治維新後、近代社格制度で、旧尊者に列した。 神社名最長における名称は稲荷神社である。以降、旧号車への昇格はなかったが、戦前にはすでに全国的に著名だった。明治23年、朝顔会を開始した。明治41年、菊花の展示を開始した。昭和63年1月13日、笠間稲荷神社本殿が国の重要文化財となった。2016年10月に再建された。 大鳥居かつての石鳥居笠間市で採掘される稲台市を使用し、1990年に建てられた大鳥居が、2010年10月の小規模な地震によって一部崩落したため、翌年に起きた東日本大震災より前に撤去されていた。震災で被災した本殿などの修復が急がれ、大鳥居の方は再建の着工が遅れていたが、 半年余りかけて2016年10月に完成した。高さは以前の約8メートルから約10メートル鉄製に変更され、廃電の色と同じ笠間周囲で塗装された。総工費は約9000万円全額を全国から寄せられた寄付金で賄った。なお、笠間周囲とは門前通りの景観整備が進められた2013年。 以降に命名されたものであり、ちづくりに関する方針として打ち出された、統一感を創出するためのシンボルカラーの故障である。は、国立国会図書館デジタルコレクションより閲覧可能。2017年3月22日閲覧。ありがとうございます。